翔くんのポスターが狙われる悪意の影に隠された驚きの真実。ポスターを守るため、翔くんのファンが結集。危機を救う熱い思い。こんにちは、皆さん。今日は何とも言えない素晴らしい一日でした。渋谷から原宿まで、翔さんの存在が広がり、まるで幸せの香りが空気中に漂っているようでした。その光景に圧倒され、言葉ではうまく表現できない感動が心に広がりました。 最初に出会ったのは東急プラザの裏。そこで翔さんが微笑んでいる姿を見て、本当にすごい瞬間に立ち会った気がしました。彼の存在はどこにでも広がり、周囲に幸せと喜びをもたらしているような感覚に包まれました。目を閉じると、笑顔に満ちた人々が幸せそうに過ごしている光景が浮かび上がります。私たちのアイドル、翔くんがどこにいても、今、隣にいるという実感が神聖でワクワクする瞬間。 それはまさに心の中に花が咲く瞬間でした。かつて X に出演した時、私も友達も知らない人も、住んでいた場所を越えて共有された瞬間。翔くんの存在が、私たちファン同士の絆を深め、それがコミュニティ全体をより豊かにしました。イベントや SNS を通じて繋がり、共有される感動は言葉では言い表せないほどのものでした。朝早くから出勤しても、平野潮さんに会えなかったという方も多かったでしょう。 そのお気持ちにお悔やみを申し上げつつ、安心してください。最後まで毎日、彼に会えるという喜びは何者にも変えにくいものです。そして、今回は紫輝くんを連れてきてくれた YSL ビューティーさんに心から感謝しています。彼らの協力により、私たちは利益や物事に縛られず、ただただ頭が空っぽで、心からの幸せに浸ることができました。 ポスターが貼られた場所では、翔くんの才能に嫉妬する悪意ある人たちがポスターを妨害する可能性があることに、私を守ってくれるファンの皆さんが気を配っています。そのポスターがいつまでも新品で、傷一つない状態であり続けてほしいとの思いが、心から伝わってきます。朝、彼に直接会えたら最高ですね。彼の笑顔は私たちに良い一日を過ごすためのモチベーションを与え、仕事に取り組む気持ちを高めてくれます。 仕事が終わるとき、どんなに疲れていても、翔くんの笑顔は全ての困難を和らげ、それらを克服する力をくれます。この瞬間が私たちファンにとって何よりも大切な宝物です。そして、その宝物を共有し、広めていくことが、ますます多様性と豊かさを生み出す一欲を担っていくことになるでしょう。